ジュリエット・グレコは、フランス出身のシャンソン歌手、女優、約70年のキャリアを誇る、同国を代表する歌手の一人、世界的にも最高峰の歌手と称えられ、戦後のシャンソン界を牽引する存在であったが、2016年を最後に一戦から退いた、活動初期の頃コルシカ島出身の父と、レジスタンス活動家の母との間に生まれる。ジュリエットは、母方の祖父母に育てられるが、 自身もレジュスタンス活動に巻き込まれ、消シュタポにより、パリ近郊の収容所に、母と姉は、ドイツのラーフェンスブリュック強制収容所に入れられた。母親が1946年に、フランス海軍について、フランス領インドシナへ行った後、パリのサンジェルマンイコールデイコールプレイやってきた。ジュリエットは、たちまち戦後フランスのボヘミアンのスターに踊り出た。黒い長い髪をなびかせ、 黒ずくめの衣装で歌うのがトレードマークで彼女はジャンポール・サルトルやボリスビアン・ラ・アーティストのインスピレーションを刺激し彼らから曲の提供を受けるなどして一戦で活躍したジャン・コクトが映画オルフェに起用したまた彼派はバレエ曲映画音楽などとして作曲されシャンソンとして歌詞がつきその後ジュリエットの歌で流行りマイルス・デイビスもセッションの2曲目として よく演奏した。2006年以後、世界的にも最高峰クラスのシャンソン歌手と称えられ、近年までレコーディングした曲は500曲を超えている。女優としても活動し、特に1950年代から1960年代の間には数多くの映画に出演している。日本には通算22回来日し、その間日本にもシャンソンブームをもたらした。2015年4月、 現役は続行するものの、ステージからの引退を表明した。これまでの長いキャリアの上で応援をしてくれたすべての、リスナーへ感謝を込めて贈るベストアルバム、メルシーを引っ下げ、2016年に最後のコンサートツアーを実施。私生活では、俳優フィリップルメール、俳優ミシェル・ピコリと結婚歴があり、からピアニストジェラール・ジュアネストを伴侶に迎え続いている。その他過去には、 アメリカのジャズミュージシャン、マイルス・デイビスと恋愛関係にあったが、常時せず結婚には至らなかった。しかしその後も、生涯の友人関係として続いた。その他多数その他多数その他、多数日本には、通算22回来日している。以下は、その一部、ありがとうございます。